これは負けちゃったかな。ねえ。ここでポーンと上がんないかな。ねえ。うん。次もまた下がるのかな、これ。ああ、難しい。で、これ負けましたね。これ負けたけども、次の上がりサイクルがあるね。で、これ絶対上がりますよね。だからここで上にしときたいんだけどね。ね。ここで2本ぐらい入れたいね。ここからどんどん上がっていっちゃおうかな。打たないと。これ下がって下がってだから。ねえ、上がりやすいんだけどね。もう一回下がるかな。1本だけにしないとね、2本はダメだね。2回か負け越しかな、今月は。上がったね、やっぱここのとこ打つんだね。まあしょうがないね、ここはね。このとこ打つんだったね、やっぱね。なるほどね。上がり目がこうだったのね。まあ2敗で我慢しておきましょう。ここのとこやっぱ打つんだったか。こういうとこ切り替わりね。これわかんないよ。あ、多分横ばいだもんね、ここね。戻って横ばいだから、こういう時はいいんだね。なるほど。もうどんどん上がってきますよ、これ。じゃあ、ここら辺で打っときゃいいんじゃないかっていうのがある。そうですね。そんなには自信ないですね。こういうことですね。本当に。電池を充電しておかないと。ここから落ちるのかな、まだ。これは一旦上がって下がっての繰り返しかな。こんな具合にね、このバイナリーオプションのスペシャリストの販売を先生でバットもこんなに難しいんです。みんな賭博的にやってるから、一時稼いでたくさん稼いでもあとなくなっちゃうんだね。破産しちゃうんだね。えいやーっつってもう一気にバカ使って全部使ってお金なくなっちゃうね。そういうのが。で、大体それで終わりになっちゃう人多いの。で、ここで上がると思って2本打っちゃうと思ったの。ね。これダメ。せいぜい打ったとしても1個。これはまた飛び散りすぎた。下がったでしょ、またね。だから簡単にはね、上がんないのよね。だから、これ次のサイクルで、これまで落っこったら次はいいんじゃないかという感じね。だからね、間があってもね、
いいわけですよ。で、チャンス何回でもあるから。で今月 12日までに負けてるのが、今月だから 2回だけでしょ、まだね。今を入れてね。損害が2000円ですから。それで1000円でもプラスになったら、で、確実にそんな風になったら、これ1回で20万投資できるから。ね。食っていけるでしょ。もうちょっと慣れたらもう、そうなったらもう、5連勝でもしたらもう、100万ですから、スキーね、公開勝てば。で、たくさんうちのように、ルール違反に凍結されるようなこともないしね、1個ずつ打っていけばね。すると、同じインジケーターの設定値で、同じに使うようなことをしなければね。ここから落ちるのまずね、これドーンと落ちますわ、これまだ。上がんないと思うよ。ここからまた落ちていくと思いますよ。そしたらまた考えましょう。ボリンジャーバンドの当たりね、当たりの関係。でこれ一本足とかなんとかの動きではないで、ああ全然わかんない、ね、一本足 だとよくわかるのは RSI ですね。